大門みきし君。大門です。この法案の中心点は、議論があったとおり、特定投資業務でございますけれども、この点についてはもう、何度も何度もですね、厳しく問題点を指摘させていただいたところでございます。要するに、大企業がですね、独自でやれるところまで、今日もありましたけど、呼び水だの、成長だの、リスクマネーだの、いろいろ理由をつけて、看板変えてですね、ちょっと押し付けがましいような融資も含めて、こうやってきた、やって、なんかこう、投資、政策投資銀行が自分で仕事を作っているようなね、いうような部分も結構あって、そういう点は中心に問題点を指摘してきたわけですけれども、でなぜそうなってしまうのかという点で、今日は個々の中身よりもですね、別の角度で質問したいと思います。そういう政策投資銀行の活動の大元になっているのが、財政投融資特別会計の中の産業投資勘定でございます。でこの産業投資勘定という言い方は、2008年以降の呼び方でございまして、その前は産業投資特別会計という言い方をいたしました。2003年ですね、小泉内閣で、塩川正十郎財務大臣の時にですね、特別会計の見直しが大きな議論になりまして、塩川財務大臣ね、亡くなられましたけれども、大変分かりやすい物言いをするされる方でございまして、いわゆる母屋ですね、一般会計、母屋でおかゆを食べているのに離れ、特別会計ですき焼きを食べているというふうな表現をされて、非常に分かりやすく、特別会計が、だけが自由にですね、いろんなことをやっているということが指摘されて、この委員会でも相当見直しの議論をしたわけであります、特別会計ですね。で当時、その産業投資特別会計についても、財務省の財政制度審議会などでさまざまな議論がございました。私も質問したことがございます。で、どういう問題点が指摘されていたか、改めてですね、当時の議事録というのはもう財務省のホームページには載っておりませんので、国会図書館の力も借りて、議事要力も含めて見てみました。いくつもあるんですけれど、この産業投資特別会計ですね、今の産業投資勘定につながる産業投資特別会計ですけれども、何が指摘されていたかといいますと、いろいろありますけど、例えばですね、産業投資の出資について、出資した以上に毀損する可能性があるということが指摘されております。これは2004年4月7日の財政審の財統分科会でございます。つまり、政府保証をつけるということは、政府は債務を保証するわけですけれども、逆に、何かあれば債務を保証しなきゃいけないということで、慎重にあるべきだという意味で指摘をされておりますし、官民ファンドのことも同じ、財統分科会でですね、本当にこのファンド、官民ファンド自体がですね、ガバナンスが確保できるのかということが厳しく懸念が示されております。要するに、当時は特別会計がもう自分の財布のようにですね、道路特定財源もそうですけど、いろんなことをやっているということの批判が土壌にあった、ベースにあるわけなんですけれども、要するに、この産業投資特別会計についても、なんか自分の財布と勘違いしてですね、いろんなことをこう好きに、自由勝手にやりすぎちゃだめよというような意味でね、財政制度財政審でもいろんな議論があったということだと思います。参考人にお聞きいたしますけれども、この十数年前の懸念、指摘はですね、この今の産業投資勘定には当たらないということが言えるんでしょうか。財務省、加部理財局長。お答えいたします。
委員ご指摘のとおり、産業投資特別会計、のうち産業投資勘定につきましては、当時さまざまな議論ございまして、業界推進法におきまして、平成20年度までに財政融資金特別会計に移管し、将来において民間投資その他の状況を勘案し、その廃止を含めて検討するというふうにされております。で、これを受けまして、実際に産業を投資特別、会計の方は廃止をされまして、産業投資勘定は平成20年度に、財政投融資特別会計に移管をされております。また、ただいま委員がご指摘が、委員からご指摘がございましたようなさまざまな問題点、これにつきましては、産業投資のあり方といたしまして、財政制度等審議会の財政投融資分科会等において、民間投資の状況、あるいはその官民の役割分化、それから、三等機関に対するガバナンスのあり方、こういった論点から、検討が行われ、平成20年、平成26年、令和元年にそれぞれ報告書が取りまとめられております。で、そうした報告書の中では、政策性と収益性を要件として、民間資金の誘発を図りつつ、三等機関のガバナンスの強化を図るといった見直しが行われてきているところでございます。大門三岸君、いろいろ形を変えたり、ガバナンスの強化が行うようにしたとかありますけれど、実態として本当に中身が変わったのかということなんですけどね、官民ファンドについてはもう別に否定もされないと思いますけど、この間も損失の拡大とか、投資実績上がらないとか、挙句はですね、出資企業に資金が還流する利益相反とか、あるいは人事の混乱とかですね、次々と問題が起こりました。これはマスコミでも国会でも取り上げられたわけでありまして、十数年前の懸念がですね、ガバナンスの問題は、実際に十数年前に指摘されたことが起きてしまったということなわけですよね。で、安倍内閣になって毎年の予算でも残高ベースでも、この産業投資は大きく拡大してきております。で、実はですね、これは去年の12月18日の財政審なんですけれども、財政制度分科会ですけれども、ある委員からこういう指摘がされております。財投の規模が3年ぶりに増加すると、中でも産業投資は過去最大になると。で、一般会計予算が年々厳しくなる中で、産業投資はさっき言ったように拡大し続けて、なんかですね、この委員がおっしゃってるんですよ、産業投資が何か打ち出の小槌のように安易に使われてはいないかと、そうなってはならないという指摘をされているわけでございます。私、この発言を見たときに、塩川さんのですね、おかゆとすき焼き、ね、一般会計厳しいときに、特別会計はね、安易にやってるんじゃないかということが、もう十何年ぶりですけど、また同じようなですね、指摘が委員の中からも出ているということは、やっぱり襟を正すというかですね、きちっと考えなければいけないんではないかというふうに思います。で、この産業投資勘定がなぜそうなるかというと、やっぱりちょっと既得権益的になっているんではないかという危惧があります。つまり NTT、JBIC に出資をしているためにですね、そこから配当金、納付金がこう入るわけですね。で、固定的な収入が入って、これは来年度予算では2000億円程度見込んでるんですかね。ですね、で、他の財投融資はですね、財投債で資金調達をしなきゃいけないんですけど、この産業投資勘定は、毎年収入が入ってくると、かつての道路特定財源のような、ね、仕組みにもこうなってるわけですね。そういう点からこう、ちょっとなんて言いますかね、政党銀とが自由に使えるような財布みたいにね、かって指摘されたような、そういう傾向にですね、そうだとまだ言いませんけど、そういう傾向に、ね、なってきているところに、やっぱりこの特定投資業務とか、大企業はもう体力あって、自分でも言われるところに、政党銀がそれに関わらせてくれと、呼び水だと、いろんなことつけてですね、なんか自分で仕事を作ってるようなね、ところも含めて、やっぱりこの財布があるからですね、そういうことになっているんではないかという、非常に危惧を抱いているわけであります。いずれにせよそういう特別会計については長い議論がありましたので、そういう襟を正すということも含めて、そうならないようにということも含めて、きちっとこの産業
投資のですね、あり方も考えていくべきではないかと思いますが、まあ、大臣に一言いただければと思います。麻生財務大臣。これはもう、長い歴史のある話なんで、池田内閣時代でしたかね、池田隼人大蔵大臣の時代からこの話は出たんだと記憶しますけれども、この産業投資、これは政策性のいわゆる必要性が高くて、リターンが期待できるものとか、リスクが高いんで民間じゃとても対応できないとかいったようなところに資金が供給されない分野にという話でやらせていただいて、平成元年、ちょっと平成30年度末で確か5兆6000億ぐらい出資金を残高にしてさせていただいて、7.8兆ぐらいの評価をいただいたと記憶をしますんで、あの時はまだそういう感じがプラスマイナスで、やっぱちゃんときちんとしたプラスになったと記憶をしています。で、今後の今3党の話ですけれども、これは令和元年6月に今言われました審議会で、取りまとめられた報告書を踏まえまして適切にこれ管理をしていくということが重要であると考えているのはこれ当然のことなんで、いわゆるなんていうのかな、収益性と、採算性ですかね、採算性とそういったようなものを考えて、収益 目標というのをきちんと設定してやっていかないかんとかと思っておりますので、民間投資の状況等々を踏まえて、これコロナ以降いきなりドーンと落ち込むときにいろんなものをこう縮まったものを大きくしていくときには非常にいい意味で有効に使わなきゃいかんもんだと思ってはおりますけれども、今にしましても昔から言われているところなんで、これ安易に使うのはダメよって、収益性をきちんと考えてという点は十分に注意してやっていかないかんところだと思っております。大門三岸君。私たちはそもそもこの産業投資のこの感情そのものがですね、この存在そのものが本当に必要なのかというふうに思ってはおります。でもっとやっぱり大企業も大変ですからね、それこういう危機対応の時にいろいろ支援するのはこれは必要な、雇用を守るためにも必要ですが、今回の特定投資業務というのは平時の話でございますのでね、これは本当に必要なのかということで、もっともっと中小企業を中心に政策金融を切り替えるべきだというふうに思っているところでございます。で、今日はもう一つコロナ対策で資料をお配りいたしましたけれど、大変な問題が起きておりますので、金融庁のご努力をお願いしたいという点で質問します。ファクタリングというものでありまして、ファクタリングというのは債券を買い取って現金を出すという仕組みのことをファクタリングと言います。で、今まではですね、給与ファクタリングという方で、先日消費者問題特別委員会でも取り上げたんですけれど、 給料をもらうまでの間お金が足りないと、生活費が足りないと、その時に給与が出るまで貸してくれということと、この給与ファクタリングというですね仕組みがこうずっと横行してきたんですけど、今は、資料をお配りしたように、中小企業が今資金繰り大変でございますので、制度融資といってもなかなか、実行されるまで時間がかかると、その間の資金繰りのお金がないと、それでもう仕方なくですね、この宣伝がパソコンなりスマホでいっぱい来ますんで、高い手数料と分かっていながら、売りかけ債権があるので貸してくれということで借りるわけですね。で、分かりやすいのはこの資料の3番目に朝日新聞のが、昨日の朝日新聞に出ておりますので仕組みを書いてございますけれど、今言ったような実際には売りかけ債権を、はどうでもいいんですよね。困っている人に貸し付けて貸して暴利をむさぶると、手数料を取ると、この朝日の新聞の例でいきますと、100万円の請求書で95万円を振り込むと、つまりこれは 5% だから年利 60% ぐらいの高金利になるわけですね。返せればいいんですけど、まだ返さなければどん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 これが雪だるま式に膨らんで大変なことになって、とうとう全部追い込まれていくと。取り立てはほとんど厳しい闇金と同じでございますので、大変な事態が起きているということで、記事の中にいろいろ書いてございますけれど、場合によってはもう 300%、500% の暴利をむさぼっているという問題でございます。で、金融庁、
この問題は大変頑張ってもらっているので、時間の関係でも取り組みは頑張ってもらっているのは分かっておりますので、引き続き取り組んでいただきたいというふうに思います。で、大臣に一言いただきたいのは、この背景をこれをどうすればいいかと2つございまして、やっぱり財務大臣としては制度融資公庫とかこの部分をスピードアップして早く届くようにしてあげれば、この資金繰りの、ね、合間は困らないというのがあるんで、いろいろこの間努力していただいてますけれど、その制度融資の迅速化を一つお願いしたいということと、二つ目はもちろんこういう、これも明らかに違法行為でございますので、貸金業違反にもなります、収支法違反にもなりますので、金融庁、金融担当大臣としても、この警察庁も今、乗り出してくれておりますので、金融庁としても一層ですね、この取り締まりにご尽力をいただきたいと、その点で一言いただければと思います。麻生大臣。金がきつくなるとよく起きる、毎回不況って言われるとこの種の話は必ず出てくる話なんで、今に始まった話じゃありませんけども、今回は急に来てますから、多分この種の話がはびこるというか、まあえらい勢いで増えてきてるのかな、ちょっとその実態についてでどれだけ掴んでるかよく分かりませんけれども、いずれにしてもこの種の話はこれ違法、資金業者のやるの資格がないやつが、これ明らかに違法なんで、それは警察の所管ではありましょうけど、金融庁としてもきちんと対応させていかねばならんと思っております。大門みきし君。はい、終わります。ありがとうございました。大門みきし君。反対の討論を行います。その理由は、特定投資業務が主に巨額の内部留保を蓄積している大企業が自力で行える分野まで、呼び水、リスクマネー、成長戦略など、さまざまな名目をつけて投資を行っていることです。もちろん、今回のコロナ危機のような時に、雇用を守る観点からも、大企業を支援することは否定をいたしません。しかし、この法案における特定投資業務は、平時におけるスキームであります。また本日指摘したように、産業投資勘定はそのための財布と化しております。我が党は、政策金融は中小企業や地域経済振興、国民生活、環境などの分野への融資を中心に行うべきと一貫して主張してまいりました。今必要なことは、コロナ危機に対応した投融資、特に中小企業に重点を置いた政策金融に財源も集中することであります。このことを強く求め、反対討論といたします。